購買力が弱っていってるってこと。購買力が弱っていく。使えるお金がいい。ありがとうございます。あ、いいですか。去年自民党と統一教会の関係が問題になりました。それを批判した実験にしたこの議員が関係しているということになりました。で、これすごい先日政治に問題したんです。それやっぱり2019年だからコロナ関係ない、輸入物価の高騰も関係ない、そういったものが来る前からもう壊れてるんですよこの国。こっから景気良くするために一体何ができるって話なんです。これもなかなか全部あるのは正直難しいですけど、今日はぜひ、入りたいな。具体的にはまた決まって手元に年間で20万30万ってお金が残るとするならば、あなたはこのお金何に使えますか。おそらく全て貯金する人もいるかもしれないけれども、一銭も使わない人なかなかいないですよね。だって今必要なもの多いんだから、これまで控えていたもの、買いたかったもの、必要なものにリーチしていく。あなたが物を買うという消費。の人が、応援したっていう、若い26歳の候補者が当選したんですけれども、土地勘もなく、力量も、疑問符がつくような、人がテレビでものすごく派手に扱われて当選したということもあるし、ものすごくなんかこう屈辱的な思いを抱きました。でこれは話を国からしなきゃいけない。本来ならば健全な形でのその GX 的な話、国がやってるのはその10年で150兆とおっしゃいましたか、私は200兆かって考えたら最低限暮らしというものは安定しなければならない、これ最低条件だってことです。そのような考え方から経済政策やっぱり一番太くしていかなきゃならないよなってところに行き着くんですけど、これが響く響かないっていうところで経済政策じゃあいまいちなんじゃないかっていうところで逆に思いつくとかありますか。これで こっちのいいんじゃないかみたいな話、マイク渡してあげて今の方に。ありがとうございます。県民にですね響くとちょっと思えないというところでですね、なんとか維新をですね、若い人が出たら当選する維新を止めたいと、そういった維新に対抗する戦い方とかなんか争点とか教えてください。私たちの政策の一丁目一番地はやっぱり経済政策なんですよ。で先ほど申し上げた通り、一回出そうか、あれを。アンケート。はい、すみません、消してください。